皆さんこんにちは、スイーツチャンネルのあんみつです。今日はいろいろあって512カフェ&グリルさんへ来ております。今回はあんみつの美味しいの経験値が10倍跳ね上がるほど美味しいフレンチトーストに出会ってしまいました。本当に美味しいのでぜひ食べてみてもらいたいです。512カフェさんは2019年の12月にチョコミントパンケーキを食べに来て以来なので2年半ぶりになります。そろそろ512カフェさんに行きたいなと思っていたら、たまたま六本木に用事が入り、その日がたまたま新商品の発売日で、しかも512カフェさんのちょうど7周年記念日だということで、いろいろ運命が重なってこちらに来ております。512カフェ&グリルさん7周年おめでとうございます。そしてこの日は私がこのお店を知るきっかけとなったスイーツライターの花友さんが7周年を記念して512カフェさんとコラボをされ、贅沢でスペシャルな抹茶フレンチトーストを出されたということで、早速そちらを注文して食べてみたいと思います。もしお腹に余裕があったらこの美味しそうなカレーか、もう一つ気になる看板メニューのプルプルパンケーキを食べてみたいと思います。512カフェさんの抹茶メニューには芳水園さんの最高級抹茶が使用されています。早速届きました。こちら抹茶フレンチトースト匠本格抹茶づくしです。目の前で抹茶モンブランペーストを絞ってくださいます。中にはホイップとバニラアイスクリーム、下が分厚いデニッシュを使った2枚のザクザク抹茶フレンチトースト、間に抹茶クリームがサンドされています。まさに抹茶尽くし。プレートには梅のアイスとホイップ、黒蜜が添えられています。どんな味がするのか楽しみです。それではいただきます。